クロスコネクションは、浄水の給水、給湯系統と、その他の系統が、配管、装置により直接接続されることである。汚染防止のため、水道法によって禁じられている。生命の維持に重要な役割を果たす水や、その供給を担う、上水道の汚染を防止するために、水道法は、上水道が、その他の配管と直接連結されないことを求めている。 給湯は給水と同一系統であり、給水に直接接続してもクロスコネクションとならないが、給湯システムの補給水には逆止め弁を設置する。クロスコネクションには、井戸水と浄水を切り替えて使用するために意図的に行われるものと、浄水配管と雑用水に使用することを意図した配管その他とのご接続によるものがある。前者に対しては、 上水道供給自治体が条例を作成し、是正を推進している。また、校舎の内道一ビル内で起こりやすい、クロスコネクションに対しては、以下の防止策が考えられる。上水配管と雑用水配管の管材を変える、配管に用途、行き先を表示する、雑用水に着色する注水の通水試験。井戸水との恋のクロスコネクションは、 水質によっては健康被害を呼ばないことも考えられるが、水道水が大量に井戸に流入し、莫大な水道料金が発生することもあり得る。最近の日本国内のクロスコネクションの事故例を以下に示す。ありがとうございます。